お世話になります。ヒトリーでございます。剣盾のストーリーで事務戦に臨んだ際、一部例外はいますが、事務リーダーは基本的に一番最後に特定の切り札的ポケモンでダイマックス、もしくは巨大マックスをしてきますよね。その切り札的ポケモン以外は主人公のポケモンとのタイプ相性を考慮して順不動で出してくることもありますが、ラストだけは必ず固定されているかと思います。ではその巨大マックスするポケモンを最後の1体になる前に吠えるなどの技で引きずり出したらどうなるのでしょうか。ダイマックスさせてくるのでしょうか、それとも失敗してしまうのでしょうか、という趣旨の超素晴らしい着眼点の DM をいただきまして、私はこの DM を見て以来気になりすぎて眠れなくなりました。同じく眠れていない方は多いと思いますので、今回はジムリーダーのダイマックスポケモンを吠えるなどで引きずり出したらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあストーリー進めました。この草タイプのねジムのとこでやっていきたいと思います。まあここは巨大マックスじゃなくてダイマックスなんですけどね、まあ、そこはほとんど変わりはないので、まあここでやっていきましょう。でまずは普通のねホエールの仕様をお見せしたいと思います。通常の場合はどうなるかね確認していきましょう。はい、今相手ポケモン2体いますけど、この状態で普通ホエールをやったらどうなるかと言いますと、ホエール攻撃やると、はい、相手が変わってこのように別のポケモンが出てくるってのが普通のホエールの仕様でございますね。まあ、当然ですけどこうなるわけですよね。はい、じゃあ次はこのホエールをやろう戦でやろう。で野郎は2体しかポケモン持ってないんですよね。で最初非面化出してきまして、次のポケモンで必ずダイマックスをしてくるっていう感じですね。で非面化では絶対ダイマックスをしてこないんですよね。非面化と対面した時に絶対残りの1匹を出してくることはないと思いますので、どんな状況であってもこの状態でホエールをやるということですね。改めて説明しますと、じゃあやっていきましょうか。実際ホエール行きましょう。ホエールどうなんだ。はい、臨床してくる。こっちの方が遅いんだよね、ホエールの方が。ホエールやっていこう。どうなんだどうなんだどうなの。あ、来た来た来た。え、来るの？一応来るんだ来るんだ。え、どうなんの？ダイマックスしてくるのか、ちょっとやってみましょうか。攻撃、あ、でも死んじゃうわ、ミスったわ、これ。相手に全部攻撃しちゃう技だわ。バカしたわ。大ウォールしとこっか、一応ここで。あ、てかポケモン入れ替えればよかったんだ。バカしたな。はい、どうすんの？あー、相手ダイマックスしてくんだ、ここで。あ、最後じゃなくても、出された瞬間にダイマックスしてくるってことね。なるほどね。あ、そうなんだ。これは新しい発見ですわ。特に新しいセリフとかないですけど。はい、じゃあこれ倒してみましょうか。じゃあ普通に。驚きをたまげろよ。たまげろよって言ってたんだ。知らなかったわ。はい、これで普通に倒して、はい、倒していった。ここでの発言とかは特にないかな。はい、粘る。粘り腰なんじゃ。2だけですね。まあ、とりあえず普通に倒してみよう。はい、オッケー、倒していく。でも他の変わりはないっすね。ということで検証結果、ジムリーダーのダイマックスポケモンを吠えるなどで引きずり出したら、すぐにダイマックスしてくる。でした。いや、これ私としてはかなり予想外でしたね。だって普通にプレイしたら絶対に最後にしか出てこないポケモンですからね。しかもダイマックスさせるときにはいかにも最後の切り札的な感じでセリフを吐きますからね。それを考えたら今回の結果はすごい面白いものになったんじゃないでしょうか。実際これバトルを想像すると、一般的には最後に切り札的な存在として巨大マックスするのに、ホエルという不格好な形で出されて、しかもそこから巨大マックスしていくという滑稽な形になるので、会場からは巨大なクスクスが聞こえてくるでしょうね。